黒龍は忠誠を誓う仲間となった。さあ黒龍に乗って村に戻ろう。これでお前は正真正銘の忍者になった。これからたくさんの困難な任務に就くことになるだろう。それはつまり死と隣り合わせの冒険に出ることを意味する。お前の忍びの道は始まったばかりだ。ゆっくりとでいい。自分だけの忍道を見つけ出すんだぞ。